ナメさん、こんにちは。ステーキング報酬、今回も入ってよかったですね。だいぶ溜まってきて、ナミさん527になりました。今の価格がだいたい1枝150円ですから、まあ、それなりになったなというところなんですけども、感慨深いですよね。そしてビットポイントジャパンの日本上場ということで、体の枝がこれから流動性を高めていくんじゃないかなというふうに考えられます。で、私が予想するのは、今までずっとね、取引が面倒くさかった、だから日本円にしなかった人が、日本で上場するんだったら、じゃあ日本円に変えようかなという動きは、まあ、あると思うんですよ。まあ、ですので、価格は、まあ、一定期間落ちるんじゃないかなと思いますけども、これは多くの方が予想することなんで、もちろんそうならないことも予想すると思いますけども、一瞬落ちるんじゃないかなと予測した人は、手ぐすね引いて、安くなったカルドネードを購入するための資金を調達してるんじゃないかなと思うんですよ。で、私も考えなくもないんですけど、プレセールで買ったんで追加で買おうなんて思わないですけどね、割高になっちゃうんで。でも例えばカルダネードの価格が100円を切ったところで買えば、まあ、カルダネードの価格っていうのはまだね回復してくると思うんですよ。そして安値でドカンと買う最後のチャンスが今回来るんではないかなと思います。もちろん150円から大して値下がらないってことも考えられますので、そうなったらね、わからないですけどね。ただこのビットポイントジャパンの口座開設量が増えてるのは確かですし、多くの方が体のエーダを購入しよう、もしくは売却しようというふうに、まあ、気持ちを固めてるんだろうなと思います。まあでもね、こういうふうな多少の売買に影響されずに体のエーダ自身の価値が上がっていって知られることによって購入者が増えるというね、大きな流れっていうのは私は変わらないと思いますから、これからも体のエーダはね、価格を上げ続けて1000円、2000円、1万7000円、こちらの方面に行くんではないかなということで、3年、5年、10年後を見ていこうかと思います。そして本格的にカルダネーダが使用するのは、量子コンピューターがこの世の中にどんどんばらまかれていって、私たちがそれを身近に感じるとき、そのときじゃないですかね。まだ時間はかかりそうですけども、でも私たちがこうやって元気に暮らしているうちには、それが来ると思います。まあ明日明後日のことにはならないよってことなんですけども、体のエーダがまた一歩前に進んでね、日本との関係を深めてくれたということで本当に嬉しい限りでございます。それでは秋から、そして来年の春にかけてね、体のエーダが大きく成長すること、これを期待しつつ今日の放送を終わろうかと思います。ナミさん、本日もありがとうございました。